はい、どうも、こんにちは、これでございます。今回ですね、スーパーゴッド S で、マデュー装備、そしてリーチ装備、そしてゼラ装備が出るということで、これをね、キャラに戻した方がいいのか、戻さない方がいいのかっていう解説していこうと思います。で、逆にね、こんな感じで、マデュー、リーチ、ゼラを持ってらっしゃる方っていう方にもね、アシスト進化させた方がいいのかというね、意見でね、参考になるかと思いますので、よかったら聞いてみてください。あくまでね、今回の意見、僕のね、独断と偏見で判断しておりますので、批判等はね、一切受け付けておりません。あくまで僕の意見ということがね、分かってくれる方のみ、ぜひご覧ください。それ以外の方はね、今すぐ動画を閉じて、ブラウザバックしてください。ということで、解説していきましょうか。まずはマデューから行きましょう、マデューから。まず、マデューの装備ですね。言い切ります。いらないです。これはもう、はっきりと言い切ります。これも、ややこしい中途半端な、あれはいらないんですよ。いらないっす。弱いっす。枝豆ドロップって今、正直、覚醒スキルとして非常に弱い。使いづらいという点でね、全然評価されてません。で、比率強化4つは強いんだけど、別に比率強化4つをつける、このキャラにつけたらめっちゃ強いっていうキャラがいないんですよ。パズドラにおいて。別に。今ね、特に初心者、中級者の方が扱えるリーダーで、本当にいないんですよ。ってなったら別にこれをわざわざ持っておくなら、それに比べてこの進化前、進化後のまで見てほしい。まあ、まずは進化前から見ようか。まあ、進化前こそはね、スキルブースト4つ持ちで、列強化4つ持ち。で、リーダースキルもね、非属性にこだわらなくてよくて、4コンボして、ドロップを6個以上繋げればいいと。で、それでね、225倍。そしてダメージ軽減されて、で、ドロップ操作6秒延長とリーダーフェネットで非常に強いんですよね。ただ何より一番強いのが、俺の、初心者の方におすすめなキャラランキングで、リーダーランキングで1位に上がるのはこのマデューなんですよね。その、このマデューの強さとして、まず、覚醒で 2way3 つ、4個消しすればね、火力上がるやつが3つ持ってて、で、無効貫通、9個消しすればダメージ無効貫通できるっていうのが2つ持ってるんですよ。まずこの時点でめっちゃ強いんですよね。で、超覚醒もつけれて、で、まずスキル、1ターン内で2コンボ加算される敵の行動を2ターン遅らせる。これも非常に使いやすいです。2ターンチームプラス2コンボ加算なんでね、非常に使いやすい。で、かつリーダースキル、非属性の攻撃力が4倍、回復力が2倍、ドロップ操作を3秒延長、そしてドロップを5個以上繋げて消すとダメージを軽減、攻撃力が3倍。まあ、これ分かりやすくまとめると、リーダーフレンドで使ってる場合、非属性だったらね、ドロップを5個以上繋げれば、攻撃力144倍できて、軽減貼れるんですよね。で、しかも回復力4倍で、ドロップ操作を6秒延長。弱い理由がありますか？ないです。これもう、正直言うと、俺のお父さんも愛用してます。このマデューというキャラクター。なんで、めちゃくちゃ強いです。これを、こんだけ強い進化後がいるにもかかわらず、正直使いづらいあの武器にしておく必要は一切ね、特に初心者、中級者の方からしたら、こいつはいりません、絶対に。俺でも正直いりません。なんで、絶対にこれとして持っておく必要はないんで、必ず進化前にも、進化後に戻しておいてください。これ戻さないと逆に損です。絶対に戻してください。で、最悪自分がガチ勢になった時、あなたがもしガチ勢になったら、そんなガチ勢になってる時点で、こんな進化クソ簡単にできます。多分これ30分あれば俺でも今すぐ作れます、このキャラクター。余裕でできるんで、もうなおさらね、絶対にこの進化前で持っておいてください。別にこの武器に対してもね、後から進化できるんで、全然気にする必要はないです。なんで必ず戻しておいてください。で、続きましてですね。はい、続きまして、リーチですね。リーチに関しては初心者の方、中級者の方でかなり変わります。まずは初心者の方ですね。特にリーダーとか、強いリーダーがいないとかね、強いサブがいないっていうね、方に関してはね、絶対にリーチは戻してください。戻していいです。7コンボ以上でダメージを軽減、攻撃力が4倍、4色以上同時攻撃で攻撃力が4倍、ドロップ操作2秒延長。でね、覚醒に関してもね、多色っていうね、まあ4色以上同時攻撃とかっていうね、パーティーにおいてすごい強いスキルチャージっていうのを持ってるんですよね。5属性同時攻撃をすると自分のスキルが1ターン溜まると2個持ってるんで、つまり最短で10ターン打てる。多色のパーティーのサブとしては非常に強いです。というキャラなんでね。ぜひね、初心者の方はね、この進化後の状態で持っておくことをお勧めするんで、ぜひ交換所で交換してください。で、続いても中級者以降ですね。賞味リーチをリーダーとして使わない人。リーチをリーダーとして使わない人。で、まあ、正味今サブで全然使ってねえわっていう人、正直いると思います。てか、リーチをサブとして使う予定がない人とかもね、いると思います。リーチサブとして強いのは強いんだけど、何よりこの武器が強すぎる。俺は正直リーチをリーダーとして使わない限り、リーダーとして使わない限りはもう俺は、めっちゃ荒ぶってる。どうした？何？まあ、リーチをね、リーダーとして使わない限りはね、俺はこの状態で持っておく必要はないと思ってます。はい。で、何よりね、まあ、サブとしてもね、正直そこまで使えるけど、まあ、多色パーティーでしか入んないしね。で、現状多色パーティーの時代って来てないから、正直このリーチとして持っておくのはもったいない。うん。俺は一体所持もいらないと思ってる。ゼロ体所持でいいと思ってます、正直。それよりも装備が強すぎる、本当に。強すぎる、マジで。この装備がもうおかしいんですよ。結局、アシストで2体攻撃と超バインド耐性と HP 強化をつけれるってのがおかしいんですよね。強すぎる。で、スキルもね、全ドロップのロックを解除し、5属性プラス回復ドロップに変化、1ターン内でダメージ吸収と属性吸収を無効化する。これが30ターン。たった30ターンですよ。これどうですか、皆さん。溜まると思います？溜まんないですよね。逆にそこが強いんですよ、本当に。邪魔しなくて済むんですよ。で、溜まったとしても、
溜まったとしてもですよ、6解除5属性プラス回復ドロップに変化、1ターンでダメ吸収、属性吸収無効化って、邪魔じゃないでしょ。正直うざくないじゃないですか。別に全然溜まってもいいスキルじゃないですか。で、溜まんなくても強い、溜まっても強いっていう最高のキャラなんですよね。で、でも正直まあそんなほんまに強いんって思うかもしれません。二体攻撃がつけれるって視点で、武器としては非常に強いんですけど、バインド耐性どれぐらい必要か、ちょっと一回ね、今回相当してきました。僕のキャラで。バインド、だから相当してみよう。バインド耐性あるじゃないですか。まあ、こうやってつけていくじゃないですか。で、バインド耐性持っていないキャラ。で、ちょっと見てみようか、一回。こんな感じ？OK、こんなんだね。バインド耐性を持ってるキャラって、俺のパーティーだったら、まあまあ、進化後進化前とか一回あるからね、正直。ただ、こんぐらいしかいないわけですよ、結局。これバインド耐性持ってるキャラ。ね。で、これ以外。こっからこうやって見ていくと、ここら辺のキャラって全員持ってないんですよ。イズイズとかもですよ。これめっちゃ強いけど持ってないんですよね。で、バインド耐性をつけたら弱いんですよ、正直これを。超覚醒つけたら弱いんですよ。ただ、リーチ武器でつければ、超覚醒 2way にして、さらに 2way ことをバインド耐性つけれるんですよね。イズイズとかにつけたらね。ほんとおかしいんですよ。超強いんですよ。で、ここら辺のも全部持ってないんですよ。バインド食らっちゃうんですよ、ここら辺のキャラクターって、結局。ちょっと暗いけどね、多分皆さんも知ってる方いると思います。イルミナとかもね、これ食らっちゃうから、結局。そういうの全部対策できちゃうのが本当に強い。っていう点でも、俺は明らかに武器として持っておくことをお勧めします。もう本当絶対武器でいいと思います。アバロンとかもね、ランキングダンジョンで強いけど、こういうのバインド食らうわけですから、結局は。ここら辺が全部バインド食らわないっていうのは強すぎる。本当に強い。それこそ今のね、アテナンザーとかもだし、銀蝶とかも食らうしね。絶対に俺は武器として持っておくことをお勧めします。シノンとかもね。なんで、もうここら辺のキャラ、もう迷ったらとりあえず武器として持っておいて俺はいいと思います、正直。武器として欲しいんだよな、でもなんか怖いよなってなったらもう絶対武器にしていいです、迷ったら。ただ別にね、特に武器としてこれ欲しいなって思ってない方っていうのは、ぜひね、この状態で置いておいてください。武器が、この武器が欲しいなって思ってないのにね、無理に、武器にしておく必要はありません。その場合はね、戻しておいて OK です。ただね、少しでも欲しいなって思う感情がある方は、絶対にリーチは武器にしてください。リーチ武器は俺、実装されてからすぐ進化させましたけど、めちゃくちゃビビるぐらい使えます、マジで。あの、配信外でめちゃくちゃ使いまくってます。もう絶対に使えるキャラで間違いなくおすすめいたします。リーチは迷ったら武器で OK。よくわかんなかったら、このリーチで持っておいてください。以上です。はい、ということで最後、ゼラですね。もうゼラに関しては、もう、迷わないでください。武器にしないでください。武器で引いた人、必ず交換所から戻してください。100% そうです。もうこれは、他の人が何て言うか、俺のことだけ信じてください。なんか他の人が何か言っても100億パー無視して、必ず、この状態に戻してください。理由としては、この武器、まあ、強いけど、まあ、強い、嘘、強くねえわ。別に、劣強化4つにバインド耐性、確かにね、弱くはないです。弱くはないけど、正直使いづらい。多分、この動画を見てる人っていう視点で、まあ上級者でなんか煽りに来てる人は一旦無視しといて、まあ上級者初心者の方っていうのはね、多分正直これを持っても使えないと思います。で、それは俺も同じなんですよね。使えないんですよ、こんなん正直。レッツ強化は別にバインド耐性。バインド耐性要因として使う分には強いかもしれないけど、それリーチでよくねっていう状況じゃないですか。で、わざわざゼラをその進化後の武器化にすることってめちゃくちゃもったいないんですよね。うん。で、それに対してゼラこれ見てほしいんだけど、はい、これ。ゼラね、これもう最高3体まで持っといていいと思います。3体ぐらいまで普通に使えます。で、7個目が3つに追い打ち、そして、超覚醒で無効貫通もつけれるというね、わけがわかんないキャラですよね。で、潜在で神キラーもつけれる、悪魔キラーもつけれる。で、スキルは1ターンの間2コンボが加算される、全ドロップの6個を解除して、気と回復ドロップに変化。リーダースキルもね、HP50% 倍以上でダメージを軽減、貴族性の攻撃力が4倍、木の2コンボで攻撃力が 2.5 倍、3コンボで 3.5 倍と、昔流行ったぐらいには強いですね。っていう感じで、もう本当に強いですよ、ゼラって結局。これをわざわざ武器にする人なんて1ミリもないんで、誰がなんて言うが、もし俺のことを信用してくれたら他の人の意見全無視していいんで、必ず、進化後にしておいてください。絶対後悔しないんで、その方が。今のパズドラにおいてリーダーが強い理由って、ゼラがいるからっていう理由で、RX とコマさんっていう子みたいなキャラがすごい強いんですよ、パズドラっていうゲームにおいて。逆にヤムメタに関しては、いいサブがまあ正直少ないっていうのがあって、多少ね、評価が低くなってしまってるんですよね。だからもう、一択でゼラがぶっ壊れてるんで、必ずゼラ。必ずゼラは、武器じゃなくてこの状態に戻しておいてください。はい、という感じでね、いかがだったでしょうか。結構ね、もう本気で話させてもらいました。やっぱね、ここに関しては僕迷ってほしくないっていう意味があったんでね、少し言葉強かったりしましたがね、もう本当にそれぐらいね、支援をしてもらって大丈夫なんで、ぜひとも参考にしてください。ちなみに効果はね、こんな感じで。
こうやってねすれば、あ、足途中でしたね。できるんで、こんな感じで戻してもらえれば大丈夫です。はい、もうね、正直リーチェだけですね、武器にしといた方がいいのは。それ以外に関してはね、マディとゼラに関してはね、もう進化も強すぎるんで、しっかりとね、戻しておくようにお願いいたします。ということで今回の動画終わりにしたいと思います。参考になったらね、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。